ハローエビバーリー、ハウスゴーイン。どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信之でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございます。マスタイルの4階、ロッカフェ、ウサギさんよりお送り出しを伝えして、森田信之は、はい、この番組は吉本新喜劇日夜頑張っております。私、森田信之、毎回新喜劇内外問わず、いろんなところからですね、パートナーのこと、昔グローバルの情報から半径20センチ以内の小さな話題までを、皆様にお届けするバラエティのお時間となってございます。まあまあ何からお話したらいいのかちょっとわからないでございますけどもね、まあ忘れないうちにね、8年3組のね T シャツ、陽金 T シャツ、欲しいよっていう方ね、こちらの方に2枚、2種類ございます。サイズの方は、L ってことですね。こっちも多分 L だったと思います。はい、はい、両方とも L でございます。はい、L ね、これね、欲しいよっていう方ね、こちらの方にお便りください。必ず封書でね、送ってください。封書で、はがきでやめてくださいね、はがきはダメ。今日のゲストの方も、まあ言うや、こんなん言うたらあれですけど、まあ、2年、3ヶ月ぶりなんです。2021年の7月に来ていただいてね、なぜこんだけ開くかって言ったらね、苦手なんです。さっき言うときますよ、さっき言うときます、苦手なんです。それはもうご本人も伝えてるんです。この番組は、ただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市内走ってございます。サンゴと書かれたタクシーでございますが、 GO というアプリで呼ぶこともできます。まあ乗務員はね、本当に今、危機的な状況で、京都や、まあ、東京もですけども、随分と少ない、そんな中で無人タクシーが走るだろう何だろう言うてますけどね。なるべく、今お仕事ねないよ、でも車の免許を持ってる、5年以上経ってるって方は、2種免許取るお金出してくれますので、まあ合宿とかで行ったらもう1週間とか取れますから、ぜひともこちらの方にね、サンゴタクシーさんにお世話になってみてはいかがでしょうか。ぜひともよろしくお願いいたします。そして、ご自宅などアイドルとしてございませんか、津田建設が全てお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください、ね。自宅で空いてるとちゃってもほったらかししてたらね、税金がたらたらかかるだけでございますので、コインパーキングとかに変えて、収益の上げられる物件にしてみてはいかがでしょうか。見積もりは無料でございます。だいたいここからこの辺アスファルト舗装したらいくらぐらいかかりますかということでも結構ですし、コンクリート舗装もされてますから、何でもお気軽にね、こちらの方に津田建設さんむちゃくちゃお世話になってます。先日も美味しい焼肉ごちそうになりましたけど、森安バンバンビガールと一緒にね、ぜひぜひこちらの方にお寄せください。よろしくお願いします。そして、鶴橋で、餃子といえば、魅力店ね、鶴橋で大体なんかお食事するところってなったら韓国料理とかね、焼肉とかなるんでございますけども、魅力と魅力亭というね、まあ千日前通りを東の方に向かってて、もうここは鶴橋じゃないだろうなっていうところぐらいにちょうどございますのでね、黄色い看板のお店でございますが、ぜひそちら餃子、焼き餃子は、もちろんのこと水餃子、スープ餃子が絶品でございます。ぜひスープ餃子にね、麺入れて食べて、食べて、思ってください。これはワンタン麺ちゃうのかとね、でもスープ餃子の麺入りです。はい、そんなわけで、もし、この番組見たよと言ってくださったら、ワンドリンクがサービスってことでね、まあ、水が出てくる可能性ございますけども、まあ、ぜひぜひ、皆さん行ってみてください。そして、この番組並びに森田の武将オーマイ神様では、広くスポンサーさんを募集しておりますのでね、ぜひともお気軽に何でも、あ、こんなことやってほしいとかね、もう何でもいいですよ、もうやめてほしいこれとかね、何でもいいです。それではちょっとね、心してこちらの方をお呼びしないとね、テンション負けしてしまうかも可能性がございますので、ね、2年、3ヶ月ぶりに来ていただきました新井さんでございます。どうぞよろしくお願いします、ね、新井貴文です、ね、ありがとうございます、はい、新井貴文さんよろしくお願いします、ね。あ、たかしじゃなくて、たかふみと呼ぶ。たかふみなんですよ。これね、たかふみっていうね、後ろに。あ、なるほど。はい、書いてる。書いてるんです。これは何、はい、こんなん言ったら、あちらの席、あちらのカメラにこう見せてください。はい。たかふみね。たかふみ。これは何、あなた専用のものなの、はい、もうこれはですね、まあ、そうなんですよ。あの、秘蔵子という、はい、あの、狭間寛平師匠プロデュースのアイドルグループに所属させていただいておりまして、はい、ラッキーカラー、ブルーでございます。まあ、メンバー、はい、あなたのラッキーカラーが緑、あ、緑じゃなくてブルーで、ブルーで、これブルーを選ばれたの？ね、これはあの、一応リーダーが、はい、あの、恵子さん、はいはいはい、はい、あ、まあ、あの方もピンクですからね、はいはい、選んでいただいて、
あ、皆さんのそういうそれぞれのこう、はい、合う色。そうです。はい。で、僕はこの青をいただきまして。じゃあ別にあなたのラッキーカラー出るわけじゃないでしょ。でもね、やっぱね、青好きなんですよ。あ、あなたが青が好きだったということを別にあの松浦さんが知っておられたわけじゃないんでしょ。いや、これは多分言ってはないんですけど、はい、おそらくあなたには青っていうのが、はい、あの恵子さんの中ではインスピレーションとして、はい、あ、これが青だ、ね、はい、おう、はい、へえ、アホじゃなくて、アホじゃじゃないです、あ、青です、青ですか、青ですか、なるほどね、青く優しく、はい、青く優しく、青く優しく、小袋の曲でね、あ、あるんですか、ね、あるんですよ、ちょっとすいません、はい、あ、存じ上げないってすいません、ちょっとどんな歌ですか、歌ってみてください、今でも僕は、はい、みたいな歌声変えるパターン、あ、うわ、ちょっとあの今でもとかじゃなくて今でもちょっと上手く見せようと、小渕さんと黒田さんでちょっと歌い分けるという、あ、歌い分ける、はい、ちょっとやってみてください、でも、はい、青く優しくより、はい、僕あの溢れるほどまっすぐにとか好きなんです。え、それ何ちゅう曲なんですか、これね、はい、何やったかな、知らんのかいな。でもさ、青く優しくはどういう歌なのか私知らないから教えてほしいです。青く優しく、はい、青く優しくはちょっとバラード系なんです、はい、バラード系、おうおう、はい、いやだからその説明はいいから説明ええから、はい、どんな歌か聞いたことあるかもしれない、はい、やで、わからへんからそんな歌詞が、うん、曖昧なんですあ、いや、いいですよ、いいですよ、もうそのなんか今の気持ちを込めて歌ってもらっていいですよ、メロディーはしっかりしてるでしょ、そうです、そうです、メロディーしっかりしてる、はい、じゃあもうそう、もう即興でも結構でございますから、はい、今でも僕は今もずっと追いかけ続けていたら、どこに青優しく出てくるの青も優しくも何も出てこやんか、サビは、うん、サビ、今よりずっと青く、おお、優しく見えた空、はいはいはい、っていう、そういう曲です。なぜさっきそこ歌うの、なんかなぜ初めのなんか今でもちょっとそっから聞きたいかなと思って、いや聞きたないいや聞きたいか聞きたくないかわからんけど、別にあなたの歌声に興味があるわけでもないし、別に歌に定評があるわけでもないでしょう。まあ歌好きですね。それは別に好きか嫌いか知らんわおう、いや筒井くんとかさ、はいはい、まあ言うてショールームでなんか優勝したりとか、はい、あるじゃないですか、はい、別にその歌がお好きなは、まあ、いいですけど、はい、別に歌に自信があるタイプじゃないでしょ。歌、やっぱ歌にしか自信がないぐらい。あ、はい、歌にしか自信がないぐらいなんですか。はい、あの秘蔵子で、まあ、ダンスと歌とダンスとやってますけど、はい、やっぱりこのダンスはちょっとね、あの女性メンバーが結構すごいんで、まあ、確かにこんなんですけど、はい、まあ、松浦恵子だ、はい、重田蛍だって言ったら、はい、もう素養がしっかりしてる。そうですね、バレエをやってらっしゃって、ね、やってらっしゃるしね、はい、その、まあ、言ったら、まあ、蛍ちゃんもいろいろバレエもバレエだけじゃなくて、もういろあらゆるダンスを、はい、に精通してて、はい、で筒井君なんかはもうブレイクダンスもできる、はい、あんなに、まあ、ボディバランスの体幹のしっかりした子で、はい、しかも歌もうまい、はい、もうそれはリーダーで、はい、それ仕方がない、はい、もう誰もそんな何俺の方がみたいなねイリサ君が言うてるのか知らんけど、イリサさんタップダンスされますからね。あ、はい、そうなんや、はい、そんなもうみんなぐわ踊ってる横でこんなやつお前とあーったみたいなやってくれてます。え、あいつがタップダンスを始めたのはあのネットフリックスで浅草キッド見てからやで。あ、そうです。つけ焼き場もつけ焼き場やそんなもん。え、もうなんかあれを見てかっこいいってなんか一芸なかったらあかんねん思って始めてるだけやから。なるほどね、うん、でもリズム感がやっぱりねあるんですよ。ああ、なるほど、はい、タップダンスをやってるから、タップダンスやってるから、おうおうおう、で僕はもうダンスといえばその高校の文化祭とかでやったぐらいなんですね。ああ、でも一応やっておられるじゃん。一応はまあ EXILE さんの、まあ、チューチュートレインだったり、おうおう、ファンタジーっていう曲とか、うんうん、ちょっとやらせてもらったりはしたんですけど、まあ、あとはもうね、常こう服をしまう洋服ダンスぐらいのもん。まあそうですね、その洋服ダンスもいっぱいなってきて、いっぱいなってきた、どこ借りようかなと思って。あ、なるほど、はい、もう一軒欲しいですよ。あ、家が。家が。ほんで、ほな、もうダンスどころじゃないやん。そう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 。え、そうです。もうだからダンスできるぐらいの広さ。ダンスできるぐらいの広さが欲しい。はい、欲しいんですけど、もうだから YouTube 撮れるぐらいの。なるほど、住宅で。はい。うん。でもそれぐらいのところが欲しい。欲しいです。うん。でもまあ、ご自分はもうダンスといえば、もう何かできると言うても、その、
でもうなんか高校の時にチューチュートレインやってぐらいこうやってやって、やそうです、こうやって、はい、右の人が、まあ、前の人がこう右行ったらちょっと ずらしてみたいなぐらいこそぐらいしかで、実際それも、うん、僕が歌を歌いたかったんですよ本当は。あ、歌を歌いたかった、あのチューチュートレインとかも僕がボーカルしたかったのに、はいはいはい、こうデシャバリとかいるじゃないですか。誰が言うてんねん、ほんとに。誰が言うてんねん。いやいやいや、まあ、いいでしょ、あなたよりデシャバる方がいたんで、ね、あ、嫌なやついますよね。あの、このつらみデシャバりって嫌だよね。デシャも嫌なんですよ、言ってた言ってた、うん、ね、うんうん、もう、うん、決まったかのようにね、うん、俺アツシみたいな、うんうん、いやいや、なんで決めんの、うん、ほんで、うん、もうそいつがもう言っても仕方ないんで、うん、もう空気悪なると。なるほど、そんななんか、いや俺の方が歌がうまいぞとか言うたとて、そうそうそう、うん、そこでもう争うのは嫌だから、うん、やめようと、うん、青く優しくですよ、そこが、ね、冷静に、冷静にね、そう、青く優しくがそれでは合ってるのかわからないけれどもまあまあ青といえば海であり空であると、はいはい、そうですそうですうまいことはさすが、いやいやさすがにいやさすがじゃないですよ別にね、まあ広くね、はい、もうおいでと。そうです、まあ、あなたはそんなちっちゃいことでどんどんこうのと言うてることは嫌だと、うん、もう寛大な心で受け入れてあげようと、うんうん、空のように、はい、うん、はい、うん、で、まあ、ダンスを踊ったんですけど、はい、そっからブランクもありで、はい、やっぱこう覚える作業とかもこう難しかったりして。いや確かにね、はい、私もこんなんですけど、まあ、ダンスといえばね、そのまあ、吉本坂のね、はい、オーディションで、はい、まあ、そういうこと筒井先生に教えていただき、はい、やらせていただきましたよね、はいはい、そのあとはまあ僕ら新喜劇入った時に、はい、本当にまあしなきゃならないのか、はい、どうなのかってわからないけど、はい、タップダンスの授業もあったんですよ。あ、はい、でそれにプラスラッキー池田さんの、はい、なんかこれはダンスなのか何なのかよくわからない、カタ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 サリノっていうね、こういう変な振りだけ覚える、はい、よくわからない、はい、なんかその、振り付け師やね、はい、もうラッキー池田さんといえば、はい、その方にこうなんかやるって、まあ、体の、まあ、何のためには 今思えばあれは何の授業だったの。でも一応ダンスの授業としてやってました。なるほど、そういうのをやったりとかしてたけど、はい、結果今の自分の身になってるのは一つもないね悲しいから。でもまだアイドル始めようと思えば始めれるんじゃないですか。アイドル、アイドル私が、はい、いやもう車のアイドリングでしょ。車のアイドリングじゃないですか。車のアイドリングやったらできる。いやいやいや、ずーっとエンジン吹かしてもうブーブーやってる。環境に悪いで SDGs 言ってるのに。それぐらいやったらできるけど、いやいやいや、アイドルなんて女、いやいや、もうそのなんだろう、歌って踊れて、はい、かっこよくできるならばやろうと思うけども、はい、そもそものね重心というか、はい、もう体の体型自体がアイドルに向いてないもん。そうですか。向いてない。長身でスラッとしてて、ね、ええー、もう大断足やんか。本当ですか。いや、むちゃくちゃ短足やし、はい、でもう お尻 でっちりでお尻出るから、はい、もうほんまに変な体型やもん。いや、もうそんな体型なんて関係ないです。いや、絶対なんかしよう思ったらお尻出てくるの。俺なんぞしよう思ったらお尻お尻がこう出てくる、こう出てくる、こう確かに、こういう、こういう動きをこうなってくるんだよ。だから別に、まあ、こうやっててもこうなってくるんだ。なるほどね。ちょっと癖じゃないけど、癖じゃないけど、なるほどね。だからもうマイケル・ジャクソンとこうこういう、あ、こう、はいはい、アップのやつやね。もう俺はもう逆やもん、こう引く引くやん。こうができない。できない。やっぱ志村けんで育ってるから。なるほど。どうしてもこういったこう引く。なるほどね。うん。だからこう出してくるんじゃなくてもう引いてくるの。もうなるほど、そっちタイプやから。そういうダメですだから。ああ、本当ですか。うん。でもそのアイドルに憧れた時期とかなかったですか。アイドルに、だから松田聖子さんに憧れて、はいはい、この世界に入ったみたいなとこありますか。そうですか。そうですよ。松田聖子に松田だから聖子ちゃんカットですよこれ。聖子ちゃんカットなんですか。これ聖子ちゃんカットですよ、まあ、男性からしたら突き詰めて聖子ちゃんカットですよ。なるほどね。もうないからね、こうなってますけど。はい、そうです。できることならば聖子ちゃんカットしたかった。ああ、そうぐらい、もう聖子もうだって僕、あなたたちの、ちっちゃい頃もうすでにこのテレビはこの大きさ、大きさというか薄さ、いやこんなに、あの大きさ、薄さ、いや、ブラウン管でした。あ、ブラウン管でしたか。はい、カセットデッキじゃないですけど、はい、あ、ビデオデッキですか。まあどちらでもいい、はい、ビデオデッキね、ビデオカセット、はい、はい、入れてる時代です。VHS、ま、VHS でした。おいくつですか。僕29ですね。あ、そうか、じゃあまだそうか。まだ、はい。あー、こういうあの薄型っていうのは、
まあ、でもまだ困難はないやろ、困難。あ、それはないです。困難の U に合わせて困難はないやろ。あ、そんないっす。で、調子悪かったらバンバンとか、そんなんで、こうやって消すやつじゃないの。ないっす。俺らもう、こうやって、こうやってやってたら、このつまみみたいの引いて、押してとかやって、そんなんちゃうやろ。そんなんちゃいます。だからもうリモコンやん。あ、そうです、そうです。もうリモコンとかも今、このペタンコしてるやん。はいはい、はい。な、もうほんまにこん、どんなくらいの、まあ、こんな大きくはないけど、ほんまにな、はい、こ、あの、受話器ぐらいあったよ。でもなんかその、携帯電話でさえ、うん、今もう薄いじゃないですか。まあまあ、そりゃそうよ。あん時それこそごっつかった。いや、もうだから、これぐらい。いや、こんなんはな、いや、これ持ってる人はむちゃくちゃ金持ちやもん。あ、なるほどね。うん、当時。当時。あ、だから本当に携帯電話が、まあ私学生の頃に、はい、大学に入った時に、はい、一番初めに勧誘されるのが、はい、クラブ活動とかよりも何よりも、はい、ジェイフォンとかそういう人たちが、はい、携帯持ちませんかとか、いやそれ無理ですって言ってた時に、はい、PHS っていうねちょっとその安めのやつが出てきた。もう何でもうまいことやってんのな今。うん、あの当時から、はい、こんまあ言うたら携帯電話が高いならばははは PHS という安いやついますよ。そのの勧誘とかあってました。なるほどね。ああもう今もそれもなくなりましたでしょ。そう、全然ないです、はい、はい。カセットテープの時代ですか、もう MD ですか。いや MD もあんまりなかったですかね。カセットはやってた。カセットは一応知ってはいましたけど、でも全然 CD、 もう生まれてからずっと CD でしょ。そうです、 CD ですね。ああ、だからもう俺はもうレコードやもん。まだレコードをちゃんと知ってる。ああ、だから僕の親とかが持ってるやつを見たことあるぐらい、ね、ああだから、はい、例えば、まあ、レコードショップとか行くじゃない、はいはい、まあ、スタワーレコード行くとしたら、はい、もうあなたたちはこう曲を選ぶとか CD を選ぶときに、はい、こう見ていくやん、はいはいはい、アルバム、はい、ね、こう見ていくでしょ、はい、レコードはちゃう、こう並んでるからこうやって見ていかなくて、どうだからレコードって薄いから、はい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 、こういうふうに入ってないの。ああで、こういうふうに入ってんのよ。だから目の前からか奥からかこう A とかでもパン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 ってこうやって見ていって、はい、もうすごいスピードで見れるの俺。ほんまに何を自慢してんのか俺よく分からないと思うけど伝わりにくいと思うけど、はい、うん、で逆に一発でこうそのアーティストっていうのはたどり着けないってことですか。いやいや、だからそのいや、そう、だから、はい、間に入ってるで、有名な人とかやったら、はいはいはい、ちゃんとここですよって言って、はいはい、でもそうじゃない、ああ、いい、うとかってなったら、来たら、それはもう安全地帯とかでも初めの方にあるけど、あ、ね、はい、そのあるけど、はい、そのもう、まあ、そう、これも安全地帯を調べてる段階でもう時代やな。そう、井上陽水とかやったら、はい、こうタグみたいについてるから井上陽水やけど、あ、石原裕次郎とかってまたこれちょっとポップスだからだけど、その当時何やった、あれ何やったかな、ニューミュージックとか、はいはいはい、長渕とかでニューミュージックね、ニューミュージックニューミュージック分かんない、歌謡曲演歌な、ほな石原裕次郎は演歌なのかって言ったら歌謡曲のところでやるとか、そんなんでしたよ。そこのお店のジャンル分け、だからその一般的なジャンル分けっていうのはあんまりなくて、だから J-POP みたいなのないもん。あ、そうなんですか。そう、あ、もうこうやって調べてました私は。まあこれこんなに共感得られへんねん思って同じような世代の人ばっかりやった、ね、うん、私はこそうでしたよ。あ、そうなんですね、はい、でもだから聖子ちゃんを見た時にはもう、はい、手触ったらもう静電気でビシッて言うぐらいの拡張テレビやってたから、ああかわいいと思ってでもどうやって入れんやろって言って、そのテレビの後ろ見て、あ、こう入られへんねやろアホでしたもん。なるほど、その、はい、会えるぐらいの、はい、いやと思ってたけど、うん、実際会えないから、いまいちだからテレビの仕組みが分かってなかったですね。でも会えたことはあるんですか。ないです。あ、本当ですか。ないですね、山田聖子さんは。じゃあ今後の夢というか、松田聖子さんに会う。はい、別にないもん。あ、本当ですか。もうそれ以上に会いたい人がやっぱその森田信義、ああ、ああ、ああ。